今回は、舞台映像の未来っていうことで、ちょっとゲストに来ていただいてます。よろしくお願いします。すいません、ちょっとまず自己紹介というか簡単なプロフィールでいいんですけど、ちょっとお願いします。はい、松沢信弘と申します。演劇の、で使う劇中映像とかの、プランナーをやっております。はい。でまあ、普段は割と、小劇場と呼ばれる界隈だったり、まあ、僕今36歳なんですけど、同じぐらいの世代の演出家の方と一緒にやってたりすることが多いです。松田さんって舞台映像始めてどれくらいですか？今で10年ちょっとぐらいだと思うんですけど、松田さんはなんかもともと仲良くしてるというとあれですけど、よく困った時にお互いに助けていただいたり助けたりっていう感じでやらせていただいてる方なんで、まあ、近い方なんでちょっと裏話的な話をね、皆さんに話できて、舞台映像っていうのはどういう風になったらなれるのか、皆さん多分舞台映像の仕事をやりたいなって思って進路を考えたり就職どこに行けばいいのかみたいな話になったと思うんですが、まあそういうことをやってくれるジャンルの、またそういうところも整ってないジャンルなので結構困ると思うんですよね。だからもしそういうところでヒントになればなと思うので、そういう話をしていきたいなと思っております。舞台映像の歴史自体は何年ぐらい？第1回目にちょっと話したんですけど、大体2000年前後。ああ、なるほど。じゃあ20年、っていうのは、ノンリニア編集が、できるようになってからがもはや舞台映像の歴史とほぼイコールで、要は現場で映像編集できないと追いつかないじゃんっていう、それより前はなんかスタジオ戻って作りますみたいなことやってたから、それが随分そういう風にじゃなくなってきたっていうのは2000年くらいからかなと思ってて、まあ大体僕が始めた時と一緒ですね。タイミングは同じくらい、まあ90年代の終わりくらいからやってた人はいるけど、本格的に仕事になりだしたのはそれくらいかなと思います。よく頼まれてこれできねえなみたいなこととかっていうのでなんかあります？むずいなこれ。どうなんですかね、できないこと、舞台映像でできないことってことですか？できることはいっぱいあると思うんですけど、これできねえなって困ったことあります？なんだろう、まあすごいシンプルなのだとやっぱあれじゃないですか、なんか黒いのに映像を出すとか、そういうことです。的なことになる。もう一番困るのは明るいところで、まあ本当に明るいところで映像を打ってほしいとか、まあ舞台じゃないんですけど昼間に映像、プロジェクターで映像ってほしいって言われると、もうちょっとそれは無理ですっていうしかないかなと。で、これも本当に割と舞台の方でも、そうなんだってなるけれど、黒いものにプロジェクターで映像を打つのって結構無理ですし大変です。なんで、映像は白いものに一番映像がね乗るので、もしなんか皆さん舞台で映像を使ってみたいとかやってみたいなと思うんだったら、舞台の美術とかスクリーンになるべき壁だったりスクリーンはなるべく白い方がいいかなというのは、そうですね、思いますね。黒でもいわゆるフェルト地のものとかはすごく映像出にくかったり、テカテカしてる方は割と出やすかったりするんですけど、でもとにかくいかんせん色が黒かったらどうにもならんよっていうのはよくあるかなと思いますね。それは結構困る話かなと。そうですね、まあその場合はだからスクリーンに、ブラックスクリーンにしてもらってとか、そうそうですね。ブラックスクリーンっていうのは黒くても映像が入るように特殊な加工のされたスクリーンがあるんですけど、まあそういうものも最近出てきてる、まあビニール製ですよね、あるね、そういうのもいいかなとは思いますが、まあ手に入るのを入れられるかちょっと大変だと思うんで、まあ関係者、舞台の方だったらできるかもしれないですけど結構大変かなと思いますね。あとカメラ中継とかはどうですか？なんかよくライブでカメラの映像を 生で使ってそれを投影しながらお芝居したいみたいな話来ると思うんですけど、まあ、できなくはないけど、まあ、松田さんと一回無線のやつでやろうとして結構苦戦しましたよね。だから有線だったらそんなに大変じゃないけど、
カメラを無線にしてっていうのはまだ結構大変ですよね。うん、で携帯でやってくれとか言われて Wi-Fi で飛ばすんだけど、 Wi-Fi が一番怖いのはあのお客さんも全員 Wi-Fi 持ってて、無人だとうまくいくけどお客さんが入った途端にうまくいかないみたいなことが結構あるんで、うん、Wi-Fi を使った芝居も結構大変で、映像なんか Wi-Fi で飛ばしちゃえばいいじゃんなんか言うけど結構怖いんですよね。だからそれも映像でやってて怖いなと思う部分なんですよね。できないことって難しいですね逆にこれはできると得意だなと思うもん、映像でやったら方が楽じゃんみたいなって何がありますか。やっぱりでもエンターテインメントの作品の、うん、まあ、背景だったりみたいなことでこう、まあ、映像としてそれを出せば、まあ、そこがどういう場所かっていうことはすぐ分かるから、でそれでまあさっき話したような白い壁みたいなものが例えばあれば、まあ、それだけで、はい、うん、そうですね。それよくアニメ原作の舞台だったりとかゲーム原作の舞台で背景にそのゲームの画面出して、ゲームの画面の実際の背景ですね、でそこでお芝居してもらうと、あ、ゲームを見てきたお客さんとかアニメの好きなお客さんはここどこなんだっていうのを一発で理解するっていうのもあるし、あと進撃とかでも僕背景映像出すんですけど、やっぱり背景とか年号とか、ね、文字で出すことも多いです。何年何月どことか、それを見た後に芝居が始まると、芝居それがないの場合だと、その10秒くらいの間ここはどこなんだってお客さん見ながら見るっていうタイミング間というか時間ができてて、そうじゃないその文字とかテロップなり背景を出してその後芝居が始まると、その10秒間も芝居に没入するスピードが速くなるっていうのは演出家さんが言ってたり、まあ、僕らもそうだなと思う部分なんで、そこの部分のは実は演劇やってると その部分のタイムラグって結構演出家さん的には美味しいんじゃないかなと思うんで、嫌いな方も多いんですけど、そういう時にはぜひぜひそんなんでもいいんで使ってほしいなと思うとこすごいあるんで、いいかななんて思うんですけどね。あとも単純にオープニング映像とかああいうものってなんか作品の造形として盛り上がるかなとか、ね、あと俺プロデューサーさんに言われて、おおと思ったのは舞台の映像後ろから見たら本人の顔ちっちゃくしか見えないから、で大画面ででっかく出してくれると役者は あいつがあれなんだって認識されるんで助かるんですよね、うん、で役者のマネージャーとか役者さんとかが言ってたよっていうのを制作プロデューサーに言われたことはありますね、うん、あなるほどと思って、あだからオープニング映像も結構僕的にはなんかかっこよきゃいいんじゃないと思ったけど、そういうことじゃなくてやっぱり役者さんとか自分の認知してもらいたいわけだから、そういう意味でオープニング映像ってあるとかなり便利だなっていうのは言っていただいたんで、なるほどって思ってます。あとあれですよね、そういう原作がある作品とかだと世界に入りやすくなるっていうか、それはありますよね。だから完全にオリジナルだったら、それも逆にね、あこういう世界なんだっていうのも分かるし、うん、簡単に昔の時代の映像を流すだけでその時代なんだっていう認識していただけるんで、写真とか動画のその価値とか時間とか空間を瞬時にお客さんに理解させるっていうスピード感はやっぱり照明とか音響でよりも早いので、それはおすすめする演出方法の一個かななんて思うんで、ぜひぜひ使っていただいたらと思ったりはしますね。あとそうですね、僕もさっき前の回とかでも言ってるんですけど、やっぱ各セクションとの連携とか連動、音響照明さんといかに親密に綺麗に出すかみたいな部分で、オペレーターさんが優秀って言い方すると語弊があるけど、熟練の方だったらそこは合わせられたりもするんだろうけど、そうじゃない人の場合はやっぱりお互いに信号をもらったりとかしてうまいこと連動して動くと、違和感なかったりするんですけど、で俺は究極オペレーターを各セクション一人ずつ出すんじゃなくて、オペレーターっていう人が一人いればいいようにすればいいのになって漠然と思ってたりもするんですけど、
あ、全部まとめてるんですか。まあディズニーランドなんか実はそうなってるんですよね。なんでそういう風にできたら面白いんだけどなと思うんですけど、システム側ってことですね。まあプランナー的にはね、コンテンツを作るって側とシステム作るって側があるから、僕はどっちかちょっとシステム好きだからそういうの作ってみたいなとか思うんですけど。ああ、なるほどな。なるほど、なるほど。なんかそれだから今はあれですよね、その、まあ、とにかく同期してたりすることがまあ前提っていうか、なんかまあ舞台映像も、まあ、昔だったらね、書き割りって言われるこう背景幕みたいなものっていうのが映像になってたり、あとまあ照明さんの表現みたいなものも映像が担うこともあったりとか、まあ、いろんな、僕はだからなんか舞台照明と舞台美術のなんかまあ間みたいなところもなんかうまく映像がやっていけるんじゃないかなとか思ってて、だからなんか他のセクションとのっていうところではなんかとにかくコミュニケーションが一番かなとは思いますけど、ね、そうなんですよね。だから割と舞台業界って縦じゃないですか、音響、照明、美術、衣装みたいな感じで、まあ当たり前なんですけど 業種も違うし、やってることも違うから、まあ縦になっちゃうんですけど、そこの横の連動ができるようになってくると新しい表現っていっぱいあるはずで、まあ僕松田さんもどう思ってるか分かんないけど、僕も映像、舞台映像としては表現者でありたいというか、技術屋であんまりやりたくないなっていうのがあったから、何か新しいこととか面白いことができたらもっともっと新しい、もう面白いものになったりとか、なんか展開していくんじゃないかなと思って映像舞台の映像作ってるから、そういうことがどこまでできるかなっていうのはやっぱり縦じゃなくて横っていうか、その初めに例えば映像と照明、映像と美術がくっついて何か新しいものを表現するっていうような形が最初に発生すればいいかなと。それがどん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 横に広がっていって、最終的に例えば衣装に映像が投影されるんじゃないか、投影っていうか何だろう、スクリーンに LED を着た衣装とか出てくるかもしれないし、あるんじゃないですか。でもまあ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 、そういう、そういうのとかと連動していったら面白いなと思ってて、だから映像って各セクションと組みやすいというか、あの全く相入れないものじゃないから全ての要素があるし、まああんまり横道それちゃうけど、映像の編集と音の編集って結構やり方一緒だから、あの音を作れる人って映像を作ると結構綺麗にできるんですよね。だからあ、やり方実は音響さんから学べば映像の作り方も結構面白いことができるかもなとかって思うこともあったりとか、そういうのを僕はあのすごい思う部分でやっていきたいななんて思ってるんですけどねっていう、まあそれでもともと会社、株式会社コローレットに作ってるんで、そこの連動性とかはもうちょっと僕が追求したい部分であったりとかはしますね。はい、あとそうちょっとまあこれは今僕ら2021年1月段階でちょっと起きてるコロナの問題をちょっとだけ聞きたいんですけど、やっぱりコロナで、まあ、公演そのものがなくなっちゃうってことはあって、それはもちろん全セクションの問題だけど、映像自体で起きてることって逆に配信とかはすごい増えてるんだろうけど、僕らの喪失の映像で起きてる問題点じゃないけど、やっぱなんかあります？多分その配信とかが増えてくると、やっぱりその空間にいないと感じられないのがなんか舞台のこう映像表現だったりとかするから、その表現っていうのは例えば配信の時にこう、ね、カット割りをして俳優さんの顔とかに寄った時には多分もっと違う表現の方が本当は良かったりするっていうことが起きてるんじゃないかなと思って、そこがやっぱりあのその場に行ってしか感じられない空間表現としてのこう映像表現みたいなことを選んでやってるから、そこはなんか、全然違うことが起きてるんだろうなと思います。どうなんだろう、俺わかんない、ちっちゃい劇場の配信ってどうなんですか最近、ちゃんとやってるんですか？やってるんじゃないですか、やってますよ。そういうところの表現とまあ大きいホールとかのやっぱり配信と表現って変えてんのかな。
どうなんですかね。どうなんだろう。なんか思うのはやっぱり配信も作品の一つとして存在してるけど、どうもやっぱり外から来て記録の延長線上にいるような気がしてて、配信ってやっぱりもうちょっと作品性を持ってやってほしいなっていうのをちょっと個人的には思ってるんですよ。でそれってどうやったらできるのかなっていうのはまだ模索中だし、特に今やってる配信業者さんは別にそれだから悪いって言ってるわけじゃなくて、現状の今要は思想の進化、今配信ってこういうもんだよねって皆さんが思ってる常識がそこにあるから配信業者さんもそういうことやってると思うんですよね。でも僕はもうちょっと先に、今こういうご時世でコロナになってしまってお客さんが劇場に足を運べない状態で表現できる配信ってやっぱり記録ではダメだし、お客様にお金を取ってやるっていう以上は作品であってほしいなっていうのがで、そういうためにはどういうふうにやったらいいんだろうっていうのをもうちょっと勉強したいなと思うし、新しいことも模索してほしいなって思う部分かなと思ってて、 その結果舞台映像っていう表現が違うっていうんだったら、それは結構な勢いで縮小していくんじゃないかっていう恐怖もあるけど、配信映像演出みたいなことなんじゃないですかね。だからそれっていうのはまあそれはねあるんですよね。だから範疇にあった方がいいことなのかなと。そのジャンル実はあるんだけど、そうね、やろうという人が僕の周りには一つ一人二人ポツポツというくらいいて、電波組のとかやってた、電波のやつは僕じゃないけどまあやってて、あの人たちとかそうですね。あの要はあんまり伝わらないと思うんですけど、舞台の映像の演出っていうのを今やってる配信って切り替えてパチパチ切り替えるっていうだけなんだけど、それに対してどういう、例えばカメラが4台同時にあったりとか、 CG の空間作ってそこに今投影してる映像を配置したりとかっていうようなことをリアルタイムにやるプログラム組んでライブやってる方とかいるんですね、音楽業界にはね。でも今舞台の方は舞台の空気感を大事にするから、するためになるべく舞台の配信が何かをするっていうことにはなっていないから、もうこの時代というかこのタイミングではもうちょっと舞台の配信で遊んでいく必要性があるんじゃないかなっていうふうに感じています。今後の舞台の作品の表現、映像、まあ映像っていうふうに区切っちゃうと正直違うと思ってて、もっといくと映像っていうものが何なのかっていうところでもうちょっと先になくなっていくと思うんですね。映像っていう言葉がなくなっていくんじゃないかなと思ってるくらいなんですけど、例えば今松田さんがこの間やったペニロの VR 公演、僕正直ごめんなさい、見てないので、拝見してないのでどういうことをやってたかちょっと具体的に説明していただきたいんですけど、なんかなんだろうな、ダークマスターっていう作品をもともと普通に演劇として何回も上演されてたものを、まあ、VR 化するっていうんですかね、コロナ禍で多分お客さんが来れないとかそういうことが、密になる状況が作れなかったっていうのもあるし、もともと谷野さんの中にこう、まあ、VR でやったら面白いんじゃないかっていうことを思ってる作品でもあったみたいなので、で、まあ、その作品自体はとある洋食屋さんに演劇の方で言うと、迷い込んできた若者を、まさか洗脳みたいな形でコントロールして料理を作らせて、で、そのお店をこう経営させていくっていうかみたいな話なんですけど、それっていうのが、VR を使ってやるってなった時に、演劇の方でも、巻き込まれてこう自分の意思が分からなくなっていくみたいな感じっていうのが、実際 VR っていうのもこうダークマスターはゴーグルをつけてやったんですけど、その状況っていうのが、VR っていうもの自体の特性にも合ってたっていうか、VR 化に向いてて、そのことっていうのが、自分の意思が反映できない状況っていうことだったりとかっていうのが、その作品としてはずっとこう同じように、演劇の時だと
別の文化学校、まあ、マスターが指示を出しててその通りにやらされてる人を、まあ、お客さんもイヤホンしながら見るっていうものだったんですけど、今回の VR の作品になった時には、まあその若者の視点っていうのがずっとこのゴーグルの中では進んでて、なので、まあ、その指示通りに料理とかを作らされてる若者の視点が見れる、の視点がずっと見れるっていうことです。ああなるほど。あの その話で言うと、ちょっとあの演劇の途中で言っちゃうけど VR ってちょっと強制的感があって、うん、要は普通に全体的な空間バーチャルであるんだけど、このメガネをするっていうことので割と閉鎖された空間、うん、あの異空間っていうイメージがつきやすくて、でそうすると、誰かの視点とかって結構あの向いてるんですよ、さっきの話で、うん、それすごい分かるんですよね。で僕がちょっと大学で教えてる関係でちょっと去年やったのが、最後の晩餐のキリスト目線っていう、あの皆さん13人横に並んであのご飯食べてるところのキリストの目線からどうやって見えるかっていうのを実際 あの今あるイタリアの空間の位置関係で表現するっていうのをちょっと去年とかやってて、でも一番最初は VR でやったんですけど、美術館でやった関係上 VR をこういうふうにつけたり消したりするのが濃厚接触になるんじゃないかとかって、ここがあれだからって言って、今度、四つ角の空間に、プロジェクターで投影して、目の前に位置センサーつけて動きで全部見えるようにしたんですね。でそうすると最初の一番最初にやった時のゴーグルをつけた VR の感覚でいうとすごくキリストの目線で何かがするっていうのは分かるんですけど、今度外して同じキリストの位置に行って動くと全くこれが何なのかっていうことに対してはXキューズないとちょっと分かんなくなるっていうか、なんだろうこのさ同じものを作ったつもりでいるけど、あと空間に没入してる感じはあるけれど、やっぱりここにゴーグルがあるのとそうじゃない実際の壁でやるとこんなに違うんだなっていうのがあって、ちょっと僕の勝手なまとめ方なんだけど、それって空気だなと思ってて、音楽でいうところの CD から直接聞くあ のと、なんだろう、エア一回そのアンプから出すのをラインで引っ張って聞くのと、一回スピーカーの音をマイクで拾って聞くのでは音の雰囲気違うよねみたいなところのノイズさ、そういうものがなんか映像で起きていて、それすっげえ面白いなと思ってて、なんか VR とか AR って言われている、まあ、あのポケモン GO みたいなやつとか、あと今度ゴーグルをつけてここにメガネのところに映像が出る MR みたいなこととかっていうのは今後どんどん出てくると思うけど、結局その空気と感が多分そのライブに行った時に感じる面白さ、例えばさっき言ってた映像 あの舞台映像で実際に足を運んで見た時に見えるものって本当の映像もあるけれど、そこのライブの空気っていうものと映像が混ざったミックスしたなんていうの雰囲気っていうのが存在するんだろうなっていうのは思って、やっぱりそういうところを考えると舞台映像の未来って結局その現場に来るか来ないか、そのコロナでもっと今後来れなくなってしまう2021年の話ではなく、その先舞台に戻ってきて足を運んだ時に見えるもの、新しい技術がどんなに未来に見えてもやっぱりその空気を届けるっていうところは普遍的で、その先にある技術っていうのは僕らがどん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 新しいものとして提案をするけど、最終的にその劇場にある空気っていうのをお客さん見に来てるんだろうなっていうのは僕は思うんですよね。あ、それはそうですね、やっぱりなんかイギリスでロイヤルシェイクスピアカンパニーのテンペストっていうやつを見た時に、それはなんかモーションキャプチャーの人が本当に舞台上に出てて、うん、それがまあ CG でトレースされた、うん、でリアルタイムで同期してそのキャラクターが映像でも出るっていうものだったんですけど、確かに技術的にはなんか映像やってる身としてはすごいなって思うけど、いまいちなんかそれが面白かったかっていうとそういうことではなかったりもしたなと思うんですよ。まあ、あの新しいものができた時にそこに出る違和感っていうのも加味しないといけないけど、でもやり続けるとそこがどうやったら
馴染むかとか、どうやったら新しいものとしだけど受け入れられるかみたいなところって結構トライアンドエラーだから、そのイギリスでのすごい有名なところがやっていても、まあそこの実験段階のものがまだあって、ただお客さんがそれをいいか悪いかっていう部分ももちろんだけど、あの新しいものをやっているっていうところのヒリヒリするというか刺激的なものを見れるっていう部分は、お客さん の, あの感動っていうのとはちょっと違うかもしれないけど、満足度は高いと僕は思うから、まあ演劇のエンタメの部分で言うならば、そこは結構大事な部分だったりするんじゃないかなと思う、僕は思ったりしますね。確かに。あと最後っていうか、そのさっきの話のモーションセンサーの話と近いかもしれないけど、インタラクティブとか参加型演劇とかっていうのがあると思うんですよね。で今だったらスマホ使ってあのお客さんの反応を見たりすることもできたりとか、投票したりとか、そうですね。例えばあとはAR の演劇とか、僕も VR とかも演劇に対して、例えばもう分かりやすく携帯かざしたら別の映像があって、それを見ると本当は理解できる演劇とかがあるかもしれない、できるかもしれないし、あとはその本当にその役者さんの動きに合わせて何かが動く、もうそれは映像だったら簡単だけど照明もできるし、まあね、照明 の, あの例えばムービングの動きを手の動きとリンクさせて動かすとかって絶対できるから、そういうのって面白いんだけど、割とやろうという感じになってる人もどうなんだろうって思うしまあそういうこととかいろいろ新しい試みとしてはできると思うんだけど、まあそうなるとちょっと映像じゃないなっていう部分があってだから舞台、ただ多分こういうことをやろうって思う人って舞台映像の人が多くて、で今後そういう話はどんどんご依頼としては来るんじゃないかなとは思ってるんだけど、なんか松田さん、それは新しい系でなんか VR 以外になんか話来てるのってあったりしますか？いや、そう、相談レベル僕に来てるのはないですけど、でもなんか面白いなって思ったのは、あの VR チャットとかの中で、あの本当に仮想空間であの VR の劇団を作ってるところがあって、そこが普通に VR の中で公演をやってたんですそれが普通に結構な数の人の再生とかを見て、ああ、面白い、それは面白いかもしれないですね。そうなるとだからまあその先のことっていうか、まあ、仮想空間で普通に何か演劇的なものが行われていくっていうのは、だから全然家にいながらみんな見にも行くし演じるしみたいなことっていうのが普通に。それで言うと僕あのちょっと聞いた話で実際見に行けてないんだけど、すごいなと思ったのはグリーンバック公園で新宿で全部撮ってるんですよ。で2人芝居で、ただ全部モーションセンサーのついた芝居なんですね。でそれを CG に、あ、まあ、VTuber とか今いるんですけど、 CG でリアルタイムに動くソフトウェアに乗っけて、でそこで芝居してるんですよ。でそれをあの秋葉原の会場に配信していて、何がすごいって音響とか照明も新宿でオペしたものを全部通信で遠隔操作で同じように音響と照明操作してるんですよ。ですげえなーって言うんですけど、それ何がすごいって、それできたら演劇の複製できんじゃんっていう、日本中で同じことやって照明ゴーってやったら日本中の劇場の照明が変わるってことができる。でそれすげーってなったけど、それなんですごいかっていうと、あのそのだけの通信速度のラグがないよっていう証明のために NTT さんが実験的にやったことなんだけど、だそれって何っていうと実は 5G の話なんです。だから 5G できがあの全国に広がるとできることが、実は AR、VR、インタラクティブ、今言った新しい技術って全部飛躍的にやれることが増えるんですね。あとその話で言うと、だから僕ずっと 5G 待ちしてる企画いっぱいあるんですけど、もう一個あるのが僕導き待ちっていうのがあって、あの人工衛星なんですけど、今 GPS の精度が10メーターか20メーターくらいずれるんですよ。でもその導きっていう、あれ導きでいいんですよね、導きっていうその人工衛星ができると50センチ以下に誤差がずれる。あのそうすると日本中のどこにいてもどこに誰がいるかをほぼほぼ正確にできるっていうシステムになるんですけど、それでいろいろ
街の中でいろいろなお芝居やったりとかっていうこと、もうあのその人の位置がずれるからこういう風に見れるとかできるんで、今後それずその GPS の精度が上がるとやれることも全く増えるみたいなことがあって、でそれも僕新しい何個か技術企画あるって持ってて、でも世の中のインフラの整備待ちの技術が結構何個かあるんですね。だからそういうのって面白くて、でもそれも僕プログラマーさんから教えてもらっていろいろ勉強になってそういうこともできるようになってるんで、なんかやっぱりそういう自分のジャンルじゃないところの新しい人と話すと、まあ演劇じゃないところの新しい可能性とかがいっぱい見る、演劇にも落とし込めるっていう感じでいるんで、なんかいろんな人と話すのは大事だなって思ってます。そろそろまとめに走りたいんですか？なんか僕ばっかベラベラ喋ってて申し訳ないんですけど、松田さん今後のそのまあコロナは置いといて、松田さんの今後舞台映像で何かこういうことがしたいとか、こういうふうにやっていきたいとか、まあ逆に言うとこういうふうに作ってくれみたいな、こういう企画持ってきてくれたらできるよとかっていう、なんていうんですかね、逆に僕らって企画待ちじゃないですか、うん、逆に今のタイミングでこういうことをしてみたいから、なんかそういう企画考えてるみたいな、プロデューサーさんなり演出家さんになんか、うん、ずうしく頼んでみるって、誰とは言わないんで、これ見た人がもしかしたら頼んでくるかもしれない。どうなんですかね、僕はではまだ浦島さんと10歳ぐらい違うんですか、うんうんうん、ってなるとやっぱりまだなんていうのかな、こうすごくものすごく新しいこと以外にも普通にこう演劇として今あるいろんなフィールドの中で、多分劇場のサイズってことだと思うんですけど、でまだやってないところ僕たくさんあるので、あまあなんか時間をかけてものを作ることもそうですけど、まあ自分のやったことないことはまだまだあるから、そこは普通に何でもやりたいなと思ってますけど、ね、そっかそっか。さっき今松田さんから出てた話で、そう時間をかけて作るっていうのはね本当にやりたいし、逆に今時間をかけないで作るかみたいなのをテーマに作っちゃってるから、逆は やってみたいしやりたいなって本当に思うんで、なんかそういう時間をかけてやる何かプロジェクトとかに参加したいなと僕も思いますね。はい、改めまして本日のゲスト松田信弘さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあありがとうございました。